あれ何？超ピアス。なでていい？ピアスすごいね。自分でやったの？あ、はい。中学の時に。タバコ消せっつーの。京子、年頃の女の子は父にかかと落とししない。あ、あの、ご挨拶が。あ、座るって。君、何？キリコの宮村です。宮村泉。お前に娘はやらん。え？なんつって、一回行ってみたかったの。あの、堀さんはお父さんのことを名前で呼ぶんですね。ちょっとびっくりしました。俺も一応、堀さんなんだけど。京子のことは京子って呼んでくれないかな。京子。まあ、冗談だよ、冗談。いきなり名前は恥ずかしいもんね。あれでしょ？宮村くんはお前の彼氏なんでしょ？そうよ！なんか文句あんの？父さん、ロン毛は認めんぞ！鏡見てから言えよ。あの、切ります。いや、とりあえず縛ろうか。もったいないし。京子ちゃん、ピン。はぁ、あ、宮村。京子、その男、誰？京介？あれ、ゆり子？そんで？そんで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 ？君は誰？すみません、宮村です。宮村泉、堀さんと同じ高校の。うんうん、まあ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 、まあ、宮村くん、座ろう。よいしょ。距離感近っ。何このノリ。久しぶりに帰ってきたらさ、ゆり子はいないしさ、娘からは暴力振るわれるしさ、知らない男はいるしさ。すみません。急に帰ってくるからでしょ。単身赴任から帰ってきたらそりゃサプライズっきゃないでしょ。ねえ。待って、痛いのよ、痛いのね。そんなことでさ、京子ちゃん、ほら、お茶でもさ、彼の分も、ね、てかむしろ彼にね。お前に娘はやらん。え？なんつって、これ一回言ってみたかったの。京子、京子ちゃん。何よ、今持ってくから。宮丸くんあれだろ、京子の彼氏なんだろ。そうよ。なんか文句ある？